私、遠山仁宗と言います。今84歳と11ヶ月です。沖縄のね、那覇ティーの合流流空手です。空手稽古することによってね、このいろんなものが対応できるようになりますね。その場合には自分の好きなものをやっていけばね、自然に収集していけばね、自然にこの人が溶けていけるような感じと、精神的に安定感ができていきますね。これは私の経験です。彼の経験なくてね。